皆さんこんにちは。今日の知っとくは足がつる原因についてのお話です。夜目が覚めた時に急にふくらはぎがつることがあります。このことを筋クランプといって、普通は夜中ではなくて激しい運動をして筋肉に大きく負担がかかった時などに起こる症状です。これはふくらはぎに限ったことではなくて、疲労している筋肉であれば体中のどの筋肉にも一様に起こる症状です。また疲労の際に起こりやすいのは当然のことですが、疲労以外のことを原因として起こることもあります。よくあるのが水分やミネラル不足です。足がつってしまった時の応急処置は、膝を伸ばして足の親指を強く引っ張ってふくらはぎを伸ばすことです。こうすると痛みが取れることでしょう。また何度かつった経験がある人には、あ、つりそうだなというつる前の感覚を感じ取ることができるようになるものです。スポーツの前にこの感覚にとらわれたならば、ソックスを履いたり、塗ると温まるクリームを塗るなどして筋肉を冷やさないようにすることが大切です。筋クランプとはこむら返りのことですが、私はふくらはぎがコブラのようになるので、コブラ返りというのだと思っていました。